こんばんは。ですね、あ、かくちゃんこっちよね。ですね、林さん、風邪でとうとう嫌気をさして、いや嫌気をさしたのわけではございません。風邪でですね、本日もお休みで、先週一応まあ林さんがいなくてもなんとかやれるように、いや喧嘩してませんよ喧嘩してませんから。わかりませんけどね、僕は。いや僕も会ってないし。そういうことで、先週、林さんがいなくてもなんとかやろうと思いましたが、結構これが大変だって。で、まあこんな大変なら、まあとりあえず誰でもいいで、まあ助手がおった方がよかろうと。なんか速攻電話来ました、うん、はい、林さんから電話があって、とりあえず準備が、片付いた時点でかくちゃんに電話入れまして、悪いけど手伝ってという感じで即答です。はい、悪いけど手伝ってって感じで、お願いしまして、はい、でなんでかっていうと、なんつうの、誰もおらんくてやれそうなネタっちゅうのが今日思いつかんばん、つかんかったのね。ネタ切れなんですね。そうなんですよ。どうしても大体こうコーヒーのことってさ、こう味をこうチェックする人間がやっぱいるじゃないですか、うん、います。で一人でやるとね、自分でさも飲んで、うん、こうに違いないみたいな感じで終わるしかなくなっちゃうでしょ。非常に寂しいですね。はい、その感じじゃちょっとまずいんで、今回はかくちゃんにですね、林さんの代わり、まあかくちゃんもまあなんだかんだ言ってもまあ長いんで、ここ、はい、もうずっとですから、ね、長いんでね、ちょっとブランクはありますけど、はい、まあそういうことで、まあ助手をやっても大体まあコーヒーもまあ慣れてるし、はい、うちのコーヒーもまあそんな感じで、かくちゃんに、お願い、しようかと思っております。今日はなおくんは昼間見ましたけど、はい、昼間はいましたけど、今日は松本くんはいません。おとなしくいけると思いますで今回何をやるかというと、コーヒーの抽出温度で、はい、味が同じコーヒーがどう味が違うかっていうのをやろうと思うわけですね。でいつもと違ってこれを、隠すのを忘れましたね。ちょっとごめんなさいよ。はい、隠しておくとこの場所がこう広く見えるんで、はい、でどういうことかというと、コーヒーって普通に抽出、まあ僕らいつもだと95度のお湯をこう使ってコーヒー立てるわけだけど、うん、そうですね、残念ながらこういつもだいたい決まった温度を使ってるんですね、はい、だけど実際には実は言うと意図的に温度を変化させると味が違うんですね。はいはいはい、うん、だからその辺を、今日は、意図的にやるっていうことを、お話ししようかと。はい、はい、なんか、コーヒー屋っぽいでしょ。それなりに、はい、それなりにコーヒー屋っぽいことを今日はやりますんでね。はい、はい、で、どういうことをやるかというと、ここに、ピクチャーインピクチャーをちょっと出してください。これですね、これ温度計です。今までよくデジタルの温度計使ってましたね。ね、デジタルはね見場が悪い。たった今壊れました見場が悪いんで、やっぱアナログの、温度計の方がいいと思いまして、今回はアナログを使います。これでここに書かれてる、スモールテイさんの言う80度ちょっとの低温で入れると甘みが出やすい、その通りですね。その辺をちょっと解説するために、温度計のある状態で抽出すると、はい、いうことをやってみたいと思いますね。それでは一応この、全体のカメラにちょっと変えましょうか。はい、でえー、今日からですね、紙が変わった。白い紙から茶色い紙に変わりました。これは何のインチキのために？いや、インチキではございません。なんでかっていうと、松屋さんがね、中川君ちょっとこれ売ってくれんって言われて。あ、そういうことなんだ。裏事情ってやつですね。あ、そうそうそう、別段で実際にこれ試したんですよ。
で昔はこのまあこれ自体は昔からのああいうみさらしと違うんですけど、はあ、パルプを使ってないというあのタイプの、コーヒーフィルターなんですけど、昔のみさらしは出来が悪くてですね、ほうほう、このお湯の通りが非常に悪かったんですね。だから僕的にはみさらしは絶対使わなかったんですね、コーヒーの、ドリップには。で実際に松屋さんからこれ持ってこられた時にまあじゃあ一回試しに使ってみようかって使ってみて、あこれなら別段問題ないで、じゃあいいよこれ売ってあげるわみたいな感じで、大人の事情も若干混じって、まあなんつうのこの立場を強くするため。あなるほどね、はい、なんかこの小売りで売ると、実は言うとね、まあ大人の事情を言うとね、このこう松屋さん的にはこの5杯用だけ作ったんですよ。なるほど。うん、で5杯用だけ作ったんだけど、これどこら辺かな、まあいいや、5杯用だけ作ったんだけど他の杯数がないんですよこれ。はあ、こうするとさ、みんな白い方ばっか買っちゃうわけ。ああなるほど。これで思ったほど売れんくて、はいはいはい、まあ困ってる感じがあったんで。なるほどね。別に困ってるというわけではないでしょうけど、まあとりあえずそういうことならば、まあうちが引き受けましょう、まあ引き受けましょうと。ああなるほど、いう いい人を演じました。いい人を演じたの、なるほどね、はい、ですのでうちから松屋の、ペーパーを買うと、この以降は、全て茶色、茶色はい、そうなっておりますんで、はい、まあ問題はないということで、はい、実際僕が入れた感じでは問題がないので、まあこれなら別段オンを売れるんならこれのがよかろうと、そういう感じですかね。はい、はい、あんまり突っ込まないでおきましょうその辺は、はい、まあね今度松屋の社長が来たら一応茶色売ってるから僕はみたいな、こうちょっと大きな顔ができる、大きな顔ができるかなというふうに思ってます。で今からこれ深入りのコーヒーなんですよね。色が濃いんですね。ガテマラの深入りというコーヒーをやります。これはどういう、茶色もミシン止めですか。はい、ミシンです。ミシンで止めてるやつですね。これで洗い物の苦労が軽減される。いやそれはないです。基本的に今日はペットボトルに入ってる。ガテマラの深入りは基本的にペットボトルに入ってます。うちの場合は、このペットボトルに入れて、冷蔵庫で保管してありますね。で、じゃあ始めたいと思いますね。はい、このガテマラの深入りをなぜ使ったかというと、当然今回の場合は何のためかというと、深入りの場合は苦味が通常出ます。はい、それが、湯の温度を下げると、甘みが出るというとこを、演出する。あそこは僕の好みのモカじゃダメってことですね。じゃあダメなんですね。演出上そうなる。なるほど。で逆に次の段階ではガテマラの、浅入りのコーヒーを高い温度と低い温度で入れた時にどうなるかっていうふうに、まあ演出上やると、分かりやすく、はい、分かりやすくそういうノリでいきますからね。はい、はい、じゃあまずはコーヒーを用意します。ちょっとお待ちくださいよ。でこのタイムラインを見るやつどうですか。ここの位置いいでしょ。いいね。うん、カメラ目線に沿って見れるんですよ。はい、一応こうネタ的に先に見せちゃうかね。あいいですね。アップ用のカメラ してもらいます。アップ3でよろしいですか。はい、これ。実を言うとですね、今皆さんのタイムライン、正確に言うと、ツイートサーチストリームというのを使ってるんですけど、
そのタイムラインは、これがカメラですね。でカメラの上にですね、iPod、 あ、じゃあ iPad、 iPad がここに、上から、吊らされてるわけですね。ここのとこに、タイムラインが、見えているという状態です。目線を少しずらすだけで見れるという。そうです。前回の時に、iPad の位置を、ちょっといまいちだったんで、大きく目線を外さない と、このタイムラインが読めなかったんですね。その部分を改善してみました。まあついでに言うとあれなんですけどね、このスタンドも新しいですけどね。そういえば、はい、まあいいですけどね。まあここら辺はよしとしましょう。じゃあピクチャーインピクチャーの方にしてください。あ、いいですね。豆もちゃんと映ってますね。はい、これ唯一欠点は今回の斜めっちゃう。そうなんですよ。まあ黙ってやわかへんで、はいはい、それでいきましょう。こちらにはこちらの事情というのがあるんでね、レギュラーではありませんよ一応今温度計が出てますけども、この状態で今からコーヒー立てます。で、今回の状態ですね、この状態でコーヒーを立てた場合に、最初は、通常いつも通りやる温度でやります。95度の温度ですね。これが95度なんですね。見えません。ちょっと見えませんかね。ピントが合いません。ピントが合いませんね。まあ95だと覚えてってください。95です。でこの状態でやります。それでは、行ってみたいと思います。まず最初に蒸らしに入りますね。最初に真ん中、温度が急上昇しております。で落ち始めたら、濡れてるとこと乾いてるとこの境界分ですね。あ、ちゃんと80度あたりまで、はい、上がってきましたかね。でここまでで1回、止めて3分間ですね。だいたい80度前後ですか。ですね、弱、はい、でここから3分間待ちます。で実際にね、ああいいですね、アナログ、あ、上昇率が分かりやすい。確かに、とりあえず上昇率が分かりやすいように一応アナログを使いますね今回ね。なるほどね、はい、やっぱりなんつうの、こう視覚で訴えるのは、ね、そうアナログですよ ね、うん、デジタルはダメ。やっぱり、ね、冷たい冷たい。あと壊れやすい壊れやすい電池がなくなるだけで壊れる液漏れしてましたはい、液漏れで壊れたああみたいな。それも本番10分前の話でした。はい、ちょっと合わせてましたよ ね。電池を外した時にこの蓋のとこに電池がくっついてた時に嫌な予感をしました。まずいぞ、普通外れません、あ、やばいぞと思いましたが、やばい通りになりましたね。思った通りです、はい、思った通りです。まあ大体世の中ってこういうギリギリでこういう事件が起きる時は、はい、大体そんなもんなんだよね。そうですね、林さんがいない時こういうドラマチックになるわけですね、うん。でこの状態で1回目というのはもう普通の深入りのコーヒーを深入りらしく苦く出すわけですよ、この状態では、はいはいはい、これを最初はまずやって、はい、で明日買ってくるんですよね。あ、多分1回壊れちゃったものはもう興味ないんで買いません。もうここにあるんで、もうやっぱり僕にはねアナログでデジタルはもういいデジタル嫌い。散々デジタル使ってる方が、うん、そうって言っておりますけども、はい、まあ、デジタル嫌いなんで、もうデジタルはやめます。これもアナログ配信しますか。いやいやいや、そういうわけにいかないですけどね
で、1回目はもう本当素直にいつも通りの、まあ、いわゆるガテマラの深入りの味を出す、はい、で実際に、かくちゃんにはあの一応打ち合わせなしなんで、はいはい、なんと実は言うと全く打ち合わせないです。15分前ほどに電話もらって、はい、ちゃちゃっと服着て来ただけなんで、はい、ですので全く打ち合わせもなしの状態なんで、はい、このかくちゃんがどういうこうコメントをするか、非常に大人のコメントを一応こっちは期待しますが、どうしましょうね。ノリ的に僕いつも日曜日のダラちゃんなんですけど。あのね、あの理由ね、危険。危険、まあ、水曜日なりの方が、はい、そうですね。あの、そういうノリでできれば行ってほしいな。コーヒーの味分かってるつもりなので。はい。あの、分かる程度の差を、作っちまいますんで。はい。味覚センサー、かくちゃん。はい、そうですよ。中川さんが入れたものであれば、はい、一応ここのコーヒー豆当てれましたからね。あ、昔そうだったよね、かくちゃん。昔は、あの、ここのやつ全部当てれました。あ、センス良かったよね。うん。あ、各社服着てなかったんですねって書いてありますよ。着てるし。いやいや、だから家で服ああ家でね、着てなかったんです。いや、部屋着だっただけですよ。一応ダラダラの格好してただけです。一応ここは品位のある水曜日なんで皆さんよろしくお願いしますよ。タイムラインがカメラの上なんで結構カメラ目線で読めちゃうんですよ。読めちゃう。あ、マジですげえ、うん、ブレンドも分けれましたよ。ちゃんと当てれましたよ。はい、はい、結構すごかったですね。うん、じゃあ、いきますよ。今はもう70度切ってますね。切ってますね。じゃあ、ここでいきます。まず、外側にお湯を差して、水位を上げます。下に落ち始めるまではずっと外側ですよね。で、落ち始めたら真ん中。あ、ちゃんと豆の様子も見えて、はい、いいですね、これ。でしょ？バッチシですね。はい。だからこの温度計を使ったんですよ。エロゲーじゃないですから。ネットゲームですから。ネトゲーですから。ネトゲーとエロゲー似てますよね。似てないから。全然違いますから。水曜日ですから、今日。あ、そうです、そうでした。今だいたいこのぐらいの温度だと80度ぐらいですですね。だいたい僕らの目安としてはお湯の温度からだいたい10度前後下がってくるんですよ。はいはいはい、はい、うん、だからまあちょっとここの温度だと、ちょっと温度が低い温度を指してますけど、通常だいたい10度ぐらいを目安に見てるんですね。ちゃんとそういうところまで見る温度計だったんですね。そうですね。で、今回はこの、アナログの温度計でうまい具合に動いてくれるかどうかが微妙なんではありますが。で、これが一応まあ、分かりやすく300までいきますね。はい。僕だと大体250ぐらいでいいんですけど、本当はそこはそこは300までやります。同じ数字にしておきたいんで、ただそれだけで。最近のホットなエロゲーは何ですか？知りません。エロゲーやってません。どうもそっちの方向に持ってきたいみたいですね。で、ここまでいきました。大体80度前後ですか。80度ですね。そうですね。これこっから見えんだよね。80度ぐらいですね。で、これをこうちょっと抜きます。で、いつも通りに薄めます。肉用の温度計は何かというと、肉にぶっ刺して肉の内部の温度を測るやつですね。そうですね。肉の塊を温めるときにどうしても内部の温度がわからないんですね。
それをこう測るためにこう、肉に、刺せるようにこの先端が尖っております。わかりますかね、先端がですね、こっちですね、先端が尖っております。これによって肉にこうぶっ刺して、温度が測れるんですね。はい、そういう感じで、シュミラクさんの何だったかな、どこまで行ったっけ。エロゲーじゃなくて、エロゲーじゃなくて、なんでずっと注いでるのに10度も下がるんだろう。これはですね、お湯の温度に対してある程度の高さで、本来はもうちょっと高い位置からこうお湯を刺しますよね。で刺して、お湯がひたひた程度に、しておると温度がだいたいそこまで下がっちゃうんですよ。なるほど。これが例えばカリタのようにこうお湯をこういっぱいに満たすような感じの入れ方だと温度があまり下がらないんですね。なるほどなるほど。だからそこら辺が松屋式の場合は温度が下がるっちゅうのの説明っちゅうか、そういう感じになります。でまあとりあえず苦いよっちゅうことで一応コーヒーを、ガテあんまり好きじゃないんですけどね。いやいや、そういう問題じゃなくて、一応これ一応こうせっかく入れたんです。はい、はい、あ、しまった、いただきます。あ、いやいやいや、そこまでやらなくても、今日は林さんの代わりなので。あ、そうでしたね。はい、今日は林さんの代わりなんでね。苦いです。これが今から低い温度で今度は入れます。この味に対して今度は勝てば苦手です。まあしかも深入りですよね。深入りです。余計ですね。はい、いや、いいです。これを今度は、温度を下げて、この温度を下げるのどこまで下げるかというと、これ分かりやすくしないかんじゃないですか。そうですよね、はい、分かりやすいなら景気よく下げた方がいいでしょ。そのまま水、いやそれは無理なんで、なもんで、まあ景気よく、まあ、何度下げましょうかね。何度ぐらいが都合がいいんでしょうか。最終的に65度に落としたいので都合として、というのは何かっていうと、65度ぐらいっていうのが玉露とかなんかの大体溶ける温度ですよね。ちょっとピクチャーインピクチャー位置はここでいいかな。大丈夫っぽいですね。大丈夫っぽいですかね。大丈夫っぽいですね。65度前後に持ってきたいんで、こうすると大体基本75ぐらいに氷水氷水ですか。氷水でやると後が大変なんで、基本氷水でやると何時間、例えば、6時間とか何時間ってってやるとみんなずっと待ってらにいかんので。あ、そういうことになるんですね。水差しコーヒーのノリになっちゃうんで。あ、なるほどなるほど。これじゃあ事前にネタを仕込んどかないといけないということ。そうネタを仕込むのが大変なんで。ありがとうございます。それでは、よいしょ、この辺の位置かな。で電話した。はい、えっちゃん、ああ電話した。えっちゃんがこれや、えっちゃんも呼ぼうと思ったけど、なんかえっちゃんがボツだったんで。僕2番手らしいですわ。はい、やっぱ女の子の方がいいかなと思ったんですけど。あ、なるほどね。はい、あ、まあそうでしょうね普通。はい、まあそういうことで諦めて諦めた結果の私ということで。はい、そういうことですね。はい
温度合わせにも苦しんでおります。いや大丈夫です。えっちゃんカモン。大体100度で蒸らして65度を見てみたいです。100度で蒸らして65度を見て、あとにしましょう。あのそうでなくても、もう4回やりたいじゃんね、コーヒー。ああ。実は今1回でしょ。これどう考えてもこれ2回目じゃないですか。あ、時間内には無理ですね。そうなんですよ。じゃあ本当はホット用の豆をやる予定だったけど、これやった後。100度でやって65度、つまり75度ぐらいのお湯を使うっていうスタイルやってみますか、ね、はい。ですね、今。スーパーサブ的なポジション。そうです。わかりますかね、これ75。わかりますかね、75なんですね。見えませんね。見えませんね。まあ、よしとしましょう。見えた気になりましょう。で、75度のお湯をこうかけると、膨らみ方が違います。じゃあ行きます。お湯をかけた時にすぐに膨らんでくれないんですね。おお。落ち始めて周りにかけます。この膨らむのが後になるんですよ。なるほどね。そんなの見たことなかったです。はい。だから僕ら喫茶店で相手がどの温度でお湯を差してるかを見るときには、このお湯を差した時の、ありがとうございます、確かに75度、その通りなんです、75度だったんです。はい、まあいいや。そんなとこでやってもしょうがないし。で3分間ですね。でだから実際にはあれですよね、65度ぐらいですかですかね、これはですかね、になってますよね。だからこの状態で、とりあえず、3分間、蒸らします、はい。でこの辺本当はですね、時間があればこの蓋も作っとこうかと思ったんですけど、穴開いてますけど、穴は開いてるけど、ここにちょうどはまるようなあの蓋を前は使ってたんですよ、はいはいはい、この温度計を使う時は、はいはいはい、ところがですね、人にあげちゃったんでなくなっちゃって、はい、あ、しまった、用意してねえやと思ったけど、まあ今更なんで。これ蒸らしっていうことにはなっているんでしょうか。いや、なっている。あ、なってるんですね。あ、なっているよ。ほら、微妙な隙間。いや、あ、なってるんですよ。なってるんですね。はい。はい、じゃあ気にしないでください。今更なってないと言われても困るでしょ。あ、はいはいはい。じゃあ気にしないで。まあ今から作れてったら1分52秒あるんで、じゃあ作りましょう。ちょっと待ってね。ちょっと変な突っ込みしちゃいましたね。速攻作れる中川さんがまたすごいというところで。あと何秒？あ、趣味楽さんが、はい、家にあります温度計の使える蓋って。あれそっちに行ってる。あとまだ1分半あります。1分半ね、はいはいはい。まあつまみはなしでもいいでしょね。それをなるほど、ものすごくアバウトものすごくアバウトなのにドンピシャ、すごい。こんな感じですね。ものすごくアバウトなのにドンピシャ、こんな感じで。一応とりあえず本当はニッパーでやるとこだったんですけど、ニッパーを持ってくるの忘れましたね。いや完璧。いや、ニッパーだと綺麗に、あ、はい、やれるんですけど、その辺見えないから大丈夫ですよ。ですよね、うん、そう思ってもうハサミでやりました。もう全然 OK です、はい。
あとはこここう蓋をあのつまみをつけるんですけど、いつもは、まあ、つまみ、まあまあ、それは急遽ということで、急遽なんで、はい、まあそれはなしということでね、はい、はい、あのやってみました。やっぱあれだね、こうやってしっかりと蒸らしだったら蓋を切さないで、ね、ですよね、はい、そういうのは思いますね。ですよね、はい、ちょっと物が落ちましたね。ですよね、はい、じゃあ、3分経ちましたんでこれどけます。ですよね。で今温度はですね73度ぐらいですかね、あんまり見えないかもしれないですけど73度ぐらい、はい、じゃあこれでやります。はい、先ほどと同じように外側です。私の助手っぷりが結構いい感じ、いい感じというか、まあ、付き合い長いですから。まあ、確かに。緩いですよね。何でも言える立場なんで。まあ、確かに。こう、なんつうの、こう、キーボードを叩くとさ、こう、喋るようなソフトってない？キーボードを叩くと喋る。ある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 。例えば、林さんに、相槌をこう何個か録音しておいてもらってそれ普通に録音しておいてもらってピッて押してうんうんとか言ってそう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 、そういうノリそれ できんかね。それそんなん簡単にできるじゃないですか。いや、そういうのを用意しとけばさ、林さんがおらん時にはさえちゃん人形を置いといて、それで相槌をこう、あ、なるほどね、誰かにこう1番とか5番とかこうオスだよって言ってやればなんとかなるかなというふうに思うわけよ。なるほど、うん、あかんすかね。これは一番楽なのはシンセサイザーがあるのが一番楽なんですけどね。あ、シンセサイザーか。うん、あれ録音できるやつがあるんで。へー、それの代わりのこうシンセサイザーのソフトみたいなのないのかな。あると思いますけど、探せば。そうすか、うん、キーボードのボタンで反応するようなのは、うん、なんかそれがあるとこういう時には非常に助かるような気がしますけどね。立派な助手がいるじゃないですか。まあ確かに。ちょっと泡が出ていますね。ほうほうほう。今65度ぐらいじゃないですか。ですね。ですね。でこれで、じゃあ確認しましょうか。じゃあこれを、やってみますね。カフェインって水出しすると少ないって本当ですか？実はとそれを調べた人がいて、ほう、暇な人がいる。あんまり変わらんかったらしいんですよ。あんまり変わらない。はあ、うん、らしいんですけどね。世の中って暇な人がいるんですね。そうなんですよ。調べん方がいいのにね。ですよね。うん、調べん気には適当な意見が。まあこういうもんだって言って、あ、そうなんだって言ってね、言えるのにね。調べちゃうと、そういうふうな路線でないと喋れんじゃんね。じゃね。カフェインレスのために水で抜くらしいですし、水で抜くっちゅうのは、木豆を水につけて抜くっちゅう方法のことを多分言われてるんだと思うんですけど。どちらかというと一番主流であろうというのが炭酸ガスを液体にして、はいはい、その状態でやるっていう方法が結構こう、なるほど、はい、使われてることが多いですね、はいはいはい、うん、ただそれでやったやつは味があんまり変わってないというふうに言われて、取り寄せていった時に変わっとるやんみたいに思ったんですけどね僕は。そういうオチがあるんだね。はい、はい、じゃあ行きます。はい、じゃあかくちゃんにコーヒーを、はい、洗わなくてよかったですか。洗いましょう。そこのとこちょっと一応忘れんでおいたんですけどね今。ありがとうございます、うん、洗いましょう、ネタとして取っといたんですよ。ありがとうございます。そうですよね、洗わなきゃね。
ですよね。はい。はい。いえいえ。この状態になると、お、苦くない。苦くないわけじゃないけど苦味が抑えられてる。うん、結局ね、こうなると後味の甘みみたいなものが強調される感じしません？うん、出てきますね。つまりもともとはこっちでも甘みは出てるんですよ。こっちのあの温度の高い方でも甘みは出てるんです。だけど苦味があの前に出る分だけ分かりにくいんですね。なるほど。それが、こっちだと苦味が出てこないんですね、はいはいはい、温度が低い分だけ苦味が出てこないわけで、苦味が出てこない分はあのどうなるかというと、その分だけ甘みが強調されることになります。つまり温度が低くても溶けやすい部分が甘みの部分が多いんで、はいはいはい、はい、これ今こっち温度下がってますよね。下がってますね。じゃあこれもこの状態だと、はい、どうぞ。じゃあこれでこっちのが黒っぽくないですか、うん、こっちの。あ、そっか。あ、やっぱり違うんだ。あの後味に苦味が出てきちゃう、出てくるでしょ、うん、こっちはその苦味が出てこないんですね。これが湯の温度による、味の差ってやつですね。あ、なるほどね。もう抽出の段階で変わってくるんですね。そうですね。この意図的にだからあのどういう味をこう残したいかっていう時に湯の温度を変えるっていう方法が、まあ、あのコーヒー屋の場合は使われるっていうことなんですね。なるほど。では松屋式は温度が高すぎない方がいいのかな、なんてちゃうんですか。あ、ね、温度が高くても基本的に95度を僕ら本来使うんですよ。あの、はい、最初のお湯っていうのは、はいはいはい、それは蒸らすための温度なんですね、はいはい、で実は言うと今回は意図的に温度を下げましたよね、はい、低い温度でやりました。つまりこれだと本当は蒸れにくいんですよ。ああ、なるほど。あの蒸気が少ないんで、ほう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 、だから蒸気が少ない状態でやったから蒸れにくかったんですね。だからコーヒーは立てにくいことは立てにくいんです。はーはーはー。だから今度は、先ほど、タイムラインで出てた、何ですか、裸でエロゲーしている現場を抑えられそうですよ。抑えられたそうですよ。 どんな 弱みを握られたんだって何にも握られてませんよ僕。ということで今回は先ほどタイムライン上であの出てた、最初の蒸らしの段階は95度の通常の蒸らしをやります、はい、でその後わざと75度までお湯の温度を下げた状態で抽出するっていうのをやりました。はいはい。もう最初からもうこの時間からしてもう浅煎りをやろうというのは、難しいので諦めましょう。もう諦めましょう。とりあえずこの辺をちょっとこっちへずらしまして、私がコーヒーを勧められたのは低い温度で入れたモカ。やっぱりモカですよね。僕も個人的にモカがいいと思います。今日は演出上それはないです、まあ昔のプレミアムモカをまた復活させませんか。いや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 。あのめんどくさいやつ。いやいやいや。あのね。あのめんどくさいやつ。はい。うちは商売でやってるんで。はい。遊びじゃないんで。あのプレミアムモカはなかなか良かったですよ。バカバカしいお遊びをですね、いつもやってるわけじゃないんで。食べますよ。あれ美味しかったですよ。うん。今の時代はモコですよ。モコモコ。なるほど。じゃあちょっとやってみます、ちなみにうちとしてはねモカは力入れてるんですよ。だけどですね、うん、どのブレンドもよっぽどだいたいモカを入れてますし、ね、だいたいうちのコーヒーって3割はモカなんで、なんと、ね、コーヒー、9種類豆使ってるんですけど、プレミアムモカ何ですか、しまった。9種類の豆使ってるんですけど、全部で、使う比率でいうとモカが 30% になるんですね。これね、なんでこんだけ入らんかというと、はい、もともとさっきぶっ壊れた温度計に合わせてこれね、穴のやつをこう作ったんですよ。なるほど。この辺の位置かな。
ちょっと合わせてみますか。はい。どうでしょう。こんなもんすか。こんなもんですね。そんなもんですね。ポチ。こんなもんですね。はい。プレミアムモカスルーされた。いや別にスルー、プレミアム、プレミアムモカは結局あの。そんなすごいモカでも何でもないんですよ。あの普通のモカの選別をさらに選別を細かくした、あのただ単に入れる前にもう一回選別したっていうただそんだけですよ。そんな面倒くさいことね誰もやりませんっていうのをはるか昔にやってたんですね。暇だったんで。大吟醸みたいなもんすか。あ、そうっすね、うん、そんなノリですね。そうですね、とりあえず何でもかんでも取っとけって感じで、取ってやりましたね、うん、あの時のプレミアムもかなかなか良かったですよ。選別をさらに選別、はい、もう良い 豆だけを使う選別。まあね、だけど大吟醸もか、うん、だけどそこまでやるとね、あの量が出るようになるととてもじゃない無理っすよ。本当に確かに面倒くさそうです、はい、あのコーヒー屋って結構あれなんですよ、スタート当時って暇なんですよ。なるほど。本当にスタート当時でもないじゃないですかあれは。じゃあ、スタートからずっと立っても暇だったんですけどね。じゃああれダメじゃん、うん、うちの部屋に居候ダメです、もう部屋は空いてません。はい、ここの2階はあれですけど松本君がぐちゃぐちゃにしておるんで、ここの隣になったら、はい、今少しスペースが空いてますけどね。はあ、かくちゃん、あの指輪作る工房を横に作りに、だって親父がもう仕事しなくなったもんで。ああなるほどね。いやそういう問題か、技工室があるんで。なるほどね。じゃあそういうプレミアムムカとは関係なく真面目な方に行きます。倍ぐらいの値段で、倍でもちょっとで、倍の値段で買ってくれるの。あ、そうっすか。じゃあでも 倍以上の手間かかりますよあれ。黙ってきゃ普通に分かる。はい、やりましょう。真ん中に指差します。はい、温度が上がってきます。ひそひそ、まあ最終的にあれですからね、コーヒー屋を信じるか信じないかなんで、例えば選別がこうどれだけ頑張ってやってるかどうかって、最後はコーヒー屋を信じるかどうかだけですからね。まあ普通の人がドリップする分には変わらないような、あの本当、まあ僕が言うのもなんですけど、あの選別ってどこまでやったらあの正解かっていうの本当はないんですよ。ですよね。はい、と結局あの僕なんかでもそうですけど、選別するときにやっぱりどのぐらいまで捨てるとこう赤になるかなっていうのが、はいはいはい、だいたい頭の中あるわけですよ、はい、そうとあのある程度以上になるとちょっと目をつぶろうかなとかあるんで、裏事情ってやつですね。裏事情がね、だから多分プロが焙煎するコーヒーよりも素人が本当に こだわって焙煎したコーヒーの方が美味しいものは作れます。はあ。なんせ捨てれますから。あ、素人は。なるほど。で、素人はね、捨てれることといい豆が使える。あ、なるほどね。うん。で、僕らはやっぱり商売でやるんで、やっぱりこうある程度のね、値段でこう裏にはいかんじゃないですか、はい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 、とある程度値段で売る以上はそれなりに仕事しない、はい、
選別で除いた豆だけでドリップしたら美味しくないのでしょうか。はい、まずいです。はい、これは美味しくないですね。はい、あの、まあ、そういう豆が欲しければ差し上げますけど、ね、捨てるほどあります。はい、まあ捨てるんですけどね捨てるから捨てる豆なんで。もう枕はないんですか。枕ありますよ。あ、枕あります。あのコーヒー枕、2500円販売中ですね。はいはい、寝れなくなるんですよね。そうなんですよ。その代わりあれを使った、学生さんたちはすべてあの大学に、まあ素晴らしい、はい、あのここのご近所の瀬古くんなんか、ね、はい、あ明大に行きました。そうですよね。うん、あほや舞ちゃんも明大ですね。 そうあの人枕あげてないんですけど。あら、そこはあげといた、まあ、あげてないけど舞ちゃんうちのコーヒー飲んだから。あ、そうですね。はい、だから大学こうやって受かりましたね。大学受かるためにはフレーバーコーヒーのコーヒーを飲まなければならない、そういう感じですかね。そういうことですね。はい、だからあのもしもあの大学に行きたい人がいましたら、フレーバーコーヒー、フレーバーコーヒーを買うことにより受かるかもしれない。ものすごく怪しい番組になってきましたけど、どうしましょう。まあ、まあ、いいんです。いいんです。あ、いいです。あのいつも林さんがいるんで、はいはい、あのこういうのにならないんですけど。あ、そうですね。かくちゃんだとダメだな。ダメですね。でもお高いんでしょう。大丈夫です。ここは勉強してきます。さすが、ね、皆様の平和、愛と平和のための、フレーバーコーヒーはで、ここでこのままやっちゃったらダメですよね。さっき75度まで下げなければいけません、ね、じゃあ75度まで下げます。いや先週あの左手でコーヒー立てるっちゅうの、はい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 、あれねダメ。じゃあ面白がって実験してみてね、味が変わるもんでね、ちょっとまずいなと思って。あれおかしいな、うん、ちょっともうちょっと練習するわ。両方通だったらこうできそうですけど。あのね、歯医者さんの機材があれば均衡し放題。そうです。そうですね、はい、やりたい放題です。はい、じゃあ行きます。一応75にしました。75度です。はい、あんまり読めないですけど75ですね。じゃあ行きます。外側で、落ち始めたら真ん中です。看護師に結婚してください。結婚してますから結婚してますから。ちゃんちゃん。あ、今日は自分の手作りリングじゃないですね、そういえば。いかんすね。何がいかんかよくわからんけど、手作りリングまたぼちぼちと。せっかくなんであれだよね、あの遠心のあれがあるんで。遠心鋳造機があります。はい、怖いです。溶けた金属が飛んできます。失敗するとビューン。やりました一回。大騒ぎですね。怖いです。非常に怖いです。ある人物はその溶けた金属がかぶって大やけどでしたね。ある人物とは松本君。ああ、やっぱり。はい、あれは笑えんかったですけどね。僕の場合はギリうちこっちには飛んでこなかったんで。あ、そこら中に巻き散らして、怖えと思って。そうですね。遠心鋳造機見たいんですか。そんなん、ただ重りがついてバネでぐるぐる回ってるだけですよ。残念ながらこのカメラ2メーターしかな線がないので無理です。で、ここまで行ったらですね、60何度ですか。70度近くまでは行ってますかね。ネタじゃなくてガチであるんですか。ありますよ。だって、はい、家はもともと歯医者ですもん。はい、そうですよね。うん、はい、僕は違いますけど。でこれをこう外します。
でこれを、薄めるのは、これなんで薄めるかというと、お湯で薄めるんで、これだと温度が低いので。なるほど、はい。でこっちで薄めましょう。私は大丈夫。シュービラクさん、あ、うまい言い方するね、うん、あのちゃんと電気炉とあの遠心鋳造機あります。でかき回します。はい、じゃあかくちゃん洗いましょうね。洗いましょうね。あ、ネルの水をきれいに飛ばせるとか、あのそんなことやるんだったら僕エアーフックっていうか掃除機みたいなもんで吸い取った方が早いと思いますよ、うん、はい。はい、はい。だからこれとこれの味の差ですよね。ちょっと僕も興味があるので。お、ちょっと待ちたいね。ちょっとこれとこれの味をちょっと飲み比べたいと思うんですよ。苦味が抑えられて、あのこっちの方が味がしっかりしてない、うん、あのちょっと待ってね、うん、うん、ガテっぽい感じの味がちゃんと出てる、うんうん、あのこれまあ僕と各社の意見が合うかどうかは別にして先に言っていい？どうぞ。蒸らしを95度でした方が個人的には味がしっかりしていいと思う、うん、で温度を下げる抽出の温度は低い温度の方がやっぱりなんつうの、基本的には苦味が出ないのは同じなんだけど、うん、こちらの最初から低い温度で、蒸らしからやってるとやっぱ蒸れがね弱いような気するですね。こっちの方が、味がしっかりしてる感じがします。ガテらしい味になってます、はい、ですからまあなんかこれいくとね、ここでこう結論いっちゃうとねなんか時間通りに終わるって感じしますね。バッチシですね、うん、次にもう一回ぐらいこう朝入りでネタをやりたいとこですけど、朝入りまで行くとこれ完全オーバーです。完全オーバーになりますよね。とりあえず、今回抽出温度と味についてですけど、蒸らしに関しては僕の結論としては、蒸らしの温度に関してはこのやり方の場合95度、つまりどちらかというと温度の高い状態で蒸らした方がいいと思います、はいはい、で安永式とかなんかの場合だと、一応、75度で、蒸らしからやるっていうふうになってますけど、はい、僕個人的に今の感じからすると95度でスタートさせた方が多分いいような気がします。なるほど。でそれが終わった後、つまり蒸らしは終わった後、急激にまあお湯の温度を下げて、はい、まあ水で下げても氷で下げてもいいです。でそれで、お湯の温度を下げておいて抽出するっちゅう方がコーヒーの味としては明瞭になるんじゃないかとですね。はい。で温度を下げると基本的に苦味が出にくいっちゅうのは、感じとしては、はい、あると思います。だから、意図的に、苦味を、減らして甘みをこう強調させるような、まあ深入りのコーヒーでやる場合は、基本的には95度で、蒸らしをやって、その後は75度前後のお湯を使って抽出するという感じで、はい、いかがですかね。どうでしょう。はい、どうでしょう。それで相槌を打って終わろうかと思ったのに、終わらせない。まあそういう感じで、何ですか、勝手になんか話が進んでる。朝入りで、低温抽出すると酸味が強く感じますね。結論はどうかな、どうかな、蒸らしは僕もね
カメラ目線で真顔。だってもうすぐ上ですもん。はい、タイムラインが。実は言うと、この読もうと思うと結構カメラの上にあるんですね。だから結構その上を見ちゃうんだよね、はい、カメラ目線ではなくカメラよりもちょっと上を見ちゃうんですね。で、実際には今この感じからするととにかく、苦みを抑えたいときは、まあ、低い温度 で、ね、その低い温度もどこまで下げるかっていうときに僕はまあ今意図的に、75度まで下げました。これは75度っていうのは当然65度でだいたいうまみの成分っていうのが65度前後で溶けるという、ことがなんでサリン事件とかなんかの話になるのかな、どっからどっからねえ、どっからサリン事件行っちゃったのかな、どっからサリン事件行った、うん、まあ、とりあえず温度を意図的に下げて、はい、自分の好みの、味を作るっていう時には意図的に、何度まで下げるっていうふうにすれば、うんうんうん、いいと思いますですね。で、実際にはこのやり方で本来もう一個浅入りのコーヒーで本来はやりたかった、うん、本当は4回やれると、深入りで2回浅入りで2回でちょうどいけるかもしれないなと思って、んですけどちょっとドタバタがありましたので、ドタバタがあってちょっと時間的に、朝入りまで行けなかったんで、次の機会にですね、今度はちょっと朝入りの、この抽出温度と味についても、ね、検証をしようかという感じで、はい、なんで3億円事件なのなんかすごい昔の話が盛り上がってますけど、勝手に盛り上がってますよね。はい、そういう感じで、3億円事件はどうなったのでしょうか。うん、知りません。あれってどうなりました結局。いろいろな噂あるんですよね。ね、うん、けど一応は迷宮入りだったんですけど、実を言うと3億円事件の犯人はなんかね、偉い人の、まあ、息子だったとか、そうそう、なんかそんないろいろとだったとか言って、なんかで実を言うともう早い時期にもう分かってしまってどうのこうのなみたいなのあったよね。なんかありましたけどね、うんうん、3億円欲しい、欲しいですね。誰でも欲しい。自殺したでしたっけ。そうでしたか自殺したっていう、そんなのあったかな、なんかあったっすかね、うん。フレーバーコーヒーと全く関係ございません。ね、僕の時代では無理です。僕があれいくつぐらいですかね。小学生ぐらいだと思うんですよ。3億円事件って。3億円っていつ？うん、多分僕がさ小学生ぐらいだったような気がします。だから小学生では自転車しか乗れないので、ああ白バイ乗れませんね。白バイには乗れません。はい。ですから僕は無実なんで無実ましてやもう時効はとっくになってる事件なんで、もしも僕が、犯人だったとしても、犯人だったらここで店やってないと思います。はい、もうちょっといいところでいいところでやってると思いますそういう感じですよね、はい、ということでどんどん話がそれるんでエンディングいきます。エンディングいきます。はい、という感じで、皆様、おやすみなさいなさい。